とりあえず目標地点を説明するわよ。まずは、妖怪の山、ね。ここは幻想郷の多くの妖怪が住んでいるとされている山で、カッパや天狗など多くの妖怪も住んでいるらしい。まずはこの山々を乗り越えて、天界に続く山の頂上に向かう必要があるわ。ここでは妖怪もいる、神とされる人たちもいる。そう簡単に突破できないと思うわ。そして妖怪の山の頂上を越えた先にある天界。ここの住民、天人、と呼ばれるごく限られた選ばれし人たちが住んでいるらしいわ。地方ではアマント、と呼ぶらしいからそこはどっちでもいいわ。そこの住民は人間時代かなり過酷な修行を乗り越えた者しかいないらしく、住民一人一人がかなり強いと聞いているわ。ここの住民を敵に回さないことをおすすめするわ。そして、この天界にある最高峰の山、天人峡、霊峰山。ここが私たちの目的地で、パトを直すためのオーブが、霊峰山の頂上にある。妖怪山標高 20km、霊峰山標高約 15km。道のりも合わせると 100km を超える長い道のりになるわ。これを毒虫の連中や他の連中よりも早く入手する必要があるわ。さあ、天界遠征を始めましょう。トレーニングか、確かにあいつらに勝つためには今のままだと絶対に不可能だからな。どんな過酷なものでも耐えてみせるぞ。そういえば、私はメリアちゃんの修行をやったことないわね。どんな感じなの？神社周りを能力使用しながら、10分以内で100周。光線で自分の体を宙に浮かせて、その位置を変えずに30分光線を放つ。実戦だと、メリアちゃんと組み手をして、20分間攻防を行うとかあったわね。相手が倒れても攻め続けられるやつだよね。あれは鬼畜そのものだった。はぁ、あ、嫌なこと思い出したよ。おかげで攻撃されても倒れなくなったでしょ。倒れても即座にかわすことを体で覚えさせることもできるしちょうどいいですよ。それで怖いのは、修行中、顔が腫れたり、体中あざだらけなのに、メリアちゃんの治癒で完全に治されちゃうところなんだよね。わかるわかる、証拠が綺麗に消滅するよね。待ってよ、なんかすっごく怖いんだけど。私はすぐに逃げ出したな。でもあれを1日で何回もするから、1週間経った頃には組手中の体感は見てる方も、わかりやすいレベルで良くなってたよ。まあ、良くならないとずっと殴られ続けるからね。だがそれくらい厳しい方が覚えも早くなる上に、短期間で間違いなく実力が身につくな。今回の回復係は桜花ちゃんだから、あんまり怪我したらダメですよ。やる気満々なんだね。もちろん。それじゃあ早速だけど、月花ちゃんは行ってらっしゃい。どこに？それじゃあ行ってくるわね。え、月花お姉ちゃんはどこに行ったの？天界ですよ。今俺たちも行こうとしてるだろ。月
山は高速で展開に行って、霊宝山にある用具を取ってくるように言っておいたわ。なるほど、そうすればすぐに終わるね。そうだよ、こんなに準備しなくて済んだのに。まあ、どこまで高速で行けるかわかりませんけどね。展開は高密度のエネルギーで覆われています。そう簡単に高速移動はさせてもらえないでしょうね。それ、月下年には言ってないでしょ。月下ちゃんは少しこの2年間で自分の力を過信しすぎてるから、ちょっと言動を見てもらわないとね。やっぱり、裏があると思ったよ。こんなメリアさん初めて見る、主要のことになるとここまで厳しいんだ。さて、とりあえず皆さんはオーラを放った状態で妖怪山のふもとにある、玄武の沢、まで歩いていきましょう。早速来たわね。ちなみに距離はどれくらい？遠回りで行くから 50km くらい。はぁ、出たよ。初っ端から耳を疑うレベルの課題。今回は競争じゃないから話しながらゆっくり行きますよ。頑張ろう。まったく、幻想郷全体に警戒態勢なんてどうなってるのかしらね。幻想郷とか他はどうでもいいけど、展開にまで迷惑かけないでほしいわね。さて、竜宮の使いが来る前にさっさと別の場所に移動しましょうかね。ふふ、ターゲットが幻想郷の大地にいたら私自ら潰してあげるのにね。展開到着。いやあ、いやあ。あなたは誰よ、いきなり前に現れないで。引き月下と申します。あ、ご丁寧にどうも。じゃない。あなた、天神でもないのになんでここにいるの？ちょっと用事がありましてー。ということで失礼しますねー。ちょっと、話そらすな、待ちなさい。いやー、ちょっと急いでいますのでー。待ちなさいと言ってるでしょ。今、幻想郷は警戒態勢で各境界線を厳重に警備をしているはずよ。強行突破をしようとしたあたり、不法侵入者よね。目的を話してもらおうか。面倒くさいなー、さっさと高速移動で切り離そうか。言ったはずよ、待ちなさいっと。早い、私の高速移動を超えるスピードで攻撃をしたっていうの？いや、違う、私の高速移動が遅かったんだ。証拠に私が思っている以上にさっきの場所から移動していない？どっちにしても理解できないわよ。ほら、だんまりじゃわからないから、喋ってくれると嬉しいんだけど。仕方ないわね、ちなみに正直に話したらあなたはどうするつもりかしら？不法侵入には変わりないから、おとなしくさせてここから落とす。あらあら、穏やかじゃないわね。なら私も力ずくで抜けるしかないわね。私を相手に戦うつもりか、身の程を知れ、地上人。準備はできた、鮮血ちゃん。すごいね、もう絆折ったの。俺は能力的に、傷を治すのは得意なんだ。羨ましい能力だねー、私も欲しいくらいだよ。暗言は暗言でかなり強力な能力を持っているだろ。使い道はそれほどないけどね。ここから展開は結構時間かかるのか。そうだね、丸3日はかかるかな。72時間か、冥界と展開は繋がってるとはいえ、なかなか時間がかかるな。それじゃあ、何か暇つぶしにお話でもする？そうだな、よく考えたら、暗言とはあまり話したことないな。何か聞きたいことがあるなら答えてあげるよ。そうだな、暗言ってこの冥界2000年以上いるんだろう。生まれは平安の時代だよ。すげえな、冥界でもそこまでのやつは見たことない。伊達に、古の王、と呼ばれてないな。まあ、1000年以上もいたら、いろんな名前はついちゃうよ。そういえば暗言って本名なのか。違うよ、暗言は私の能力から付けた名前だよ。本名はちゃんとあるよ。やっぱり暗言も本来の名前があるんだな。私だって人間だった頃があったんだから当然だよ。それはそうだな。なあ、暗言の本名ってなんて名前なんだ？鮮血ちゃんはおかしいね。こんな私の本名が気になるんだ。それはそうだ、俺たちのほとんどが冥界に来てからの名前だ。でも本来の名前って唯一俺たちが生きていたと証明できる証だろ。だから生前、どんな名前で呼ばれていたのかすごく興味があるんだよ。へえ、生きていた証か。俺は生前は医者をやっていた、死んだ時のことだってしっかり覚えてる。鮮血ちゃんの最後はどうだったの？俺は、ちょうど戦争で戦場に出ていて、兵士たちの治療に専念してたんだが、俺の能力って血を操るから輸血が容易だったんだ。それで、自分の血を代用しながら治療し続けたら、気づいた時には自分の血が少なくなって、そのまま疲労とか血液不足が原因で死んだんだ。自分より、相手のことを思いやりすぎちゃったんだね。そんなんじゃない？毎日毎日数百人の患者を治療し続けて、感覚が麻痺したのかもしれないな。それで冥界にやってきたんだね。ああ、でも俺は後悔していない。医者としては上等な死に様だったと思うぜ。うん、鮮血ちゃんは立派だよ。さすが6名王に入るだけのことはある。
案件に比べたら大したことないさ。この1000年以上6名王の座にずっといるんだ。容易なことじゃない。お前、本当に今のお前が全てなのか。今の私。ああ、そうだ。実はもっと力を隠してるんじゃないのか。お前、ただでさえ戦闘を好まないからな。なのに、第一王の経験はあるわ。聞けば第三王以下になったことがないらしいじゃないか。普通、ありえない。俺も以前案件にボコボコにされたし、余計にそう思うんだ。買いかぶりすぎだよ、千傑ちゃん。私は確かに生前神の子とか呼ばれるくらい強力な人力を持っていた。でもそれは生前の頃の話なんだよ。今の私には神の子と呼ばれるほどの力はないし、生前の遺産でこの冥界にとどまってるだけだよ。案件、お前本当の名前はなんて言うんだ。私の本当の名前は四季の弥生姫。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。